どうも、このまるです。キタロです。じゃあ今日は BE:FIRST の Your My Bestie シャープ51の感想やっていきます。まあ、今回ね、ベスティオンリーリミテッド T シャツってことで、あの、アーティストティーのね、あの制作の裏側を見せてくれたわけだけど、もうめっちゃ面白かったね。ねえ。なんかあの制作過程見たらますますさ、あのアーティストティーいいなーって思わんかった。いや、そう。いや、本当に、こだわりもめちゃくちゃさ、詰まってるし、しかもさ、すっごい何回もやり取りして、もう結構修正してもらったりとか、もう、こだわり抜いた一品って感じだから、そう。すっごいいいよね。うん、わかる。あとその、一緒にさ、作るのに携わってくださったあの、グラフィティアーティストの方つねさん。なんかつねさんがさ、今までやってきてくださったさ、やつ。ブンブンバッグ、あの、紅白の、じいちゃんだっけ裏側、うん、後ろのさ、背中のグラフィティとかさ、そう。なんか全部好きな、いいなと思ってたやつの方じゃんってなってさ、この人がいるなら、うん、もうそりゃだからいいんかってなったよね。うん。いや、そう。確かに今までそう、どういう方が携わられてたのかとか知らなかったから。うん、そう。あれだったけど、その、いいなと思ったやつ、つねさんのやつだったね。わかる。やっぱ、あの、プロおるんやね、ああいうね、すごい方がね。うん、ね。紅白のやつだから好きだったから、本当に。後ろのあれ、みんなで揃えとって。紅白のやつめっちゃかっこよかったよね。そうそうそう。衣装は良くて、でもりゅうちゃんは顔はね、ちょっとなんか顔面蒼白みたいな感じだったけど、衣装は本当良かったもんね、あれで。いや、そう。確かにね。りゅうちゃんちょっと顔こわばっとったけど、でもそう、衣装めっちゃかっこよくて、ね、ブンブンバックね、紅白で披露してくれたけど、そう、だから、あの方のやつほんとすごいかっこいいから、だよね、みたいなね。うん。そうそうそう。そもそも、なんか T シャツファンクラブリニューアル記念で作ろう、T シャツ作ろうの流れでアーティストティー作りたいってりょうくんが、なんか、うん、まあ、この冒頭でも言ってたけど、なんかりょうくんが言ってくれたみたいな感じだったじゃん。やっぱりょうくんそう様々だなと思ったよね、うん。うん。いや、そう。しかもさ、その、なんて言うんだろう。結構メンバーそれぞれにさ、そのアーティストティーを作りたいってやっぱ思ってたからか、ほんとどんどん出るっていうか、アイディアが。その、最初の段階で、うん、もう多分思い描いてたものがあるから、ポンポン出てるし、しかもそれがほぼ再現されてるみたいな。うんうんうん。ね。そう。だからそれも良かった。あの、ね、思い思いの方向向いてさ、歌ってるシーンとかも、もうこの時点で出てるシーンみたいな。まあそうそうそう。あれね、バランスとか、うん、まあ多分微調整とかしたんだろうけど、最初に結構肝心なやつはね、出とったもんね、この回でね、うん。そうそうそう。ね、なんかその BE:FIRST のさ、その名前入れたいけど、でもそのちょっと書体はちょっといつもと違う感じにしたいとかさ、なんか、うんうん、後ろになんか文字書きたいとかさ、ね、うん、いいよね。すごい全部その反映されてるっていうかね。うん、そうだね。メンバーがもう完全にこだわりがあったからよかったね、これね。うん、そう。だからそうスムーズだったし、すごいなんか、いつもの企画会議とまた違う感じ。いつもほらもう、うん、なんか、とっちゃらかって、わーわーってと終わるみたいなイメージだったけど、今回、うんうん、割と最初からすごい実りのある話みたいな。確かに。結構、ちゃんとした内容だったもんね、内容はね。うんうん、そう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 。あと、そもそもボディもさ、結構いつも一緒だったけど、みたいなさ、感じで。やっぱそれとは変えたいみたいな、ちょっとじわじわ来たじゃん。確かに確かに。結構いつも BE:FIRST ってシンプルだもんね。うん。いいなぁ。なんかさ、デザインのちゃんとしとる方が入るんで、やっぱいいね。デザインさ、たまにさ、K-POP とか追ってたら、なんやこのデザインってやるとき、たまにあるよね。何これみたいな。確かに確かに。そうだね。なんか本当そこら辺の学生がやったのがもっと上手いぞみたいなやつとかたまに出るもんね。そう、どれとは言わんけど、結構正直、なんか一流だったらやらないんだろうなっていうデザインみたいなのが普通に世に出てたりするじゃん。うん、そうね。なんか、やっぱ、こう、つねさんとかの方がめちゃくちゃ信頼できるっていうか、もう、つねさんグラフィティ系のやつだと思うけど、うん、なんか、日本の方がいいんじゃないかなって思っちゃうよね。そういうデザインで言ったら。うん、いろいろ。いや、そう。しかもその BE:FIRST のさ、路線っていうかさ、ヒップホップとか、そういうところと親和性超あるから、うん、マジかっこよくハマるっていうかね。わかる。なんかやっぱ文化が、なんか職員がそこにやっぱおるって感じするね。東京だとね。うん、うん。ね。で、まあ、いろいろ企画して、で、出来上がりの日、まあ、出来上がりをさ、その、みんなで着る日にさ、あそこバーって並んでさ、で、出来上がったんで、って言って、ポーンってさ、投げられるじゃん、T シャツを。うん。で、りゅうちゃんが受け取って、オーマイガーっていうのがマジで、めっちゃくちゃ面白くて、なんかもう。わかる。見たことないね。そう。超可愛かったし、面白いしで、俺なんかもう声出して突っ込んじゃったもん。え、どうしたのりゅうちゃんみたいな。ねえ、可愛すぎるね、あれね。そう。りゅうちゃん、成長したね、みたいな。
どこで感じ取るん？そうそうそう。反応。バラエティ的な反応？バラエティ的な反応。で、すごいなんかもう全力でやる感じ可愛かったし、で、出来上がって、わーってみんな盛り上がって、なんかみんなで着替えようみたいな時に、いやでもシュンとか着替えるのめんどくさいかもって言って、でも、ジュノンがなんか任せてみたいな感じで、え、どうしたと思ったら、なんか全員このポーズで用意しようみたいな、そうなんか両手広げて、なんか、待ってたら、うんうんジュノがワンチャン騒動って言って、みんなが着替える。まあ、着替えたとか、そのワンチャン騒動の魔法をかかって、みんな T シャツ着る、みたいな。あれ、めっちゃ面白かったよね、あそこも。わかる。ジュノのワンチャン騒動マジずっと可愛かった。これ。うん、てか、ジュノン可愛かった、ずっと、ね。ジュノン可愛かった。そう、ジュノンもね、すごいはっちゃけとって。うん。しかもほら、将軍やねんか、ジュノン。うん。将軍だったね。うん。そう。将軍はーとか言って。いや、将軍の一人称将軍なんだ、みたいな。将軍はみたいなこと言っとって。わかる。なんか我はとかじゃなくて将軍はなんだみたいな。そうそうそう。やっぱ言い続けてたらいいね。なんかその、もうなんか定着してくっていうかさ、未だに意味はよくわからんけど、ワンチャン外来たみたいななんか嬉しさあるみたいな。わかるわかる。あとワンチャンの語源についてさ、なんか教えてくれるコメント前来たよね。あ、言われてみればワンチャンそうは今、ワンチャンあるよねの意味のさ、ワンチャンそうは。まあ言うよなと思って確かに。そう。なんかワンチャンそうっていう、中国的なさ、将軍の名前かなって認識で入っとったから、うん、どこが語源なんて思っとったけど、うん、ワンチャンそうだねのワンチャンそうは、すごいしっくりきたわ。あ、そうだね、うん、そうだねって思ったわ。うんうん。ね。ひとまとめでね、意識しとったからだけど、切り離すとすごいわかりやすいよね。うんうん、わかる。ワンチャンそうだねとか。まあ言うちゃ言うよね。うん、言う。で、メンバー来てるの見るとさ、すっごい良くて。でもさ、この動画上がったのって、もう発売開始した後じゃん。ヨアマイ出たのって。うん。うん、うん。そう。ヨアマイさ、その販売開始前に出した方がいいんじゃないかって思ったんだけど。こんだけ、うんうん、こんだけすごいいい感じなのに、もうヨアマイ出た頃には売り切れとるから。うんうん。そう。っていうのもさ、そう、10時開始だったんよね。9月12日の10時販売開始で。で、10時ってさ、結構仕事始まったばっかだったから、ちょっとバタバタしとって。で、10時10分頃にさ、見に行ったんよ。あ、始まったると思って。ベスに入って。うん見に行ったらすっごい重くて、うん、なんかサイトめっちゃ重くて、で、仕事もバタバタしとるし、ちょっと落ち着いてからと思って、ちょっと仕事をまた戻ってってやっとったらさ、次見に行った時はもう売り切れとった。ベスティさん舐めたらアカウンだったで、それ。そうそうそう。ベスティ限定だし、ファンクラブ限定だから、まあまあまあ、とか思っとったら、まあ甘すぎた。やっぱ、でもまあ、受注になっとるから買えるっちゃ買えるけど、すぐ手に入るやつじゃ買えんかったってことだもんね。そう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 、うん、最初のやつはもう締め切られて、みたいな。でもその一人一枚絶対買える仕様になっとるから、うん。そう、よかったんだけど、そう出遅れたと思って。そうだね。だからほんとすぐ手に入る人おるんやね。めっちゃすごいよね。うん、ねえ、だから、発送、だから、発送の日によっては BMSG フェスとかにも間に合う感じだったから、うん、そう、いいよね。うん。ああ、結構それさ、オタクが求めとるやつだよね。うん。ねえ、うん、そうそう、すぐ現場に来ていけるっていうのもすごいいいし。しかも、でもさ、一着限定、一人一枚しか買えんからさ、その、保存用みたいなできないわけよ。そうだね、ケイタさんって保存用が欲しい男だもんね。そう、絶対、好きなやつは二つ買いたいんだから。確かに、そう、一枚だからね、だからお手頃価格なんかな、ね。なんでかね。ねえ。でもなんかその、経年劣化楽しんでほしいみたいな。結構その、割れたりとかのプリントが割れたりとか、結構その、くたっと首元がよれたりとか、ちょっと白っぽくなるのがいいって言ってたから、まあ、着倒した方が多分メンバーは嬉しいだろうね。ああ、思った。結構メンバー着てってすごい言っとったもんね。寝かせないで着て、とにかく着てって言っとったからね。そうそうそう、なんか。まあ、ライブとか大事な時に着るのもいいけど、もう普段使いして、リュウちゃんとかレッスンの時着てとかさ、なんかいろいろ言ってたじゃん。でもいいよね。さらっと着る感じ。まあ、ベスティさん大切にされる方も絶対多いと思うけど、うん、でもあえて若い子が普通にガンガン着てるのを見るのもめっちゃいいなと思う。確かに。ね、うん。そうそうそう。でさ、なんかその、もう結構一番最初だからとかいうのをさ、結構常々言ってたじゃん、メンバーも。だから最初だからもうレアになるよみたいな。しかもベスティ限定だし、うん、で、もう将来この先も出していくかもしんないけど、一番最初はこれだからみたいな。うん。いや、そう、第2弾とかもあるんだと思って、そのね、結構、そうなってくれた方がやっぱおもろいじゃん。そのアーティストティーの価値上げていく感じにしていくのすごい楽しいなと思って。うん、うん。ね、そう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 。この先ね、どれだけ作ったとしても一番最初はこれだし、みたいな。なんかジュノンとかもさ、なんか何年後とかにそのフリギュアとかですごいクタッとしたやつが出てたらいいよね、みたいな。なんかそんなことまで予想しとったよね。わかる。いいよね、本当に。
でもさ、その値段発表するときあったじゃん。うん。もうさ、販売開始した後だから知ってるよとか思いながら、なんかその値段さ、いくらだと思うみたいな。え、でもこんなにこだわり抜いてめちゃくちゃいいし、BE:FIRSTだから1万1000円じゃないとかさ、3万円じゃないとかって言ってさ、すごい、その、通販番組見たくて面白かったん。そのさ、わかる。一旦ハードル上げといてすごい、え、お手頃っていう風にするためのくだりじゃん、あれ。うん。しかもジュノンの発表の仕方めっちゃ好きやったわ、かわいい。ゼロ、キュイーン、ゼロ、キュイーンみたいなやつ。そう。シャキシャキみたいな。ね、一の桁から行きますとか言ってさ、かわいいってなったよね。そう。で、ちょっとさ、跳ねたりしとるから破れてさ、スタジオのなんか下のやつね。そう。かわいい、証拠隠滅して。証拠隠滅して座っとったもんね。そう。あとあの、リュウちゃんがさ、それ言った後さ、なんか高校生だったらマジで買うみたいな。うん、絶対買うみたいな。あ、俺高校生だったみたいな。なんか、それ、俺高校生だったマウントみたいなもすごい好きやったわ。確かに、そうだね。だからりゅうちゃんあの中にいると高校生のことちょっと一瞬忘れがちだけどさ。高校生だもんね。高校生に見えんからね、普通にね。うん。いや、そうなん。いや、なんかほんとお手頃だよね。グッズと、まあ、グッズとしてだったらちょっともしかしたら高い部類なのかもしれないけど、普通にブランドの T シャツとか全然1万超えとかするから、なんか。うん、てか、うん。うん。え、なんか、わからんけど、K-POP の T シャツ、あるアーティストの T シャツが、韓国だと、なんか4000円ぐらい ?5000 円ぐらい、うん、だったんだけど、日本で売るとき9000円とか1万とかにとって、はぁってなってるやつあったんだよ。で、しかも別に、そう、メンバーがさ、考案したわけでもなく、本当にただ、そう、ただなんか、みたいなやつってあるじゃん。なんか。ある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 。そう。そういうのとか、まあ、どことはちょっと忘れたけど、若干。そういうのとかに比べたらめちゃくちゃ良くない?メンバーの案が全部入っとって。しかもこのお値段。うん、そう。え、本当にでも全然その安いまであると思うわ、この7000円だったら。安いよね。うん、いや、そう、メンバー考案だったらもっと高くなるパターンって全然あると思うよ、本当に。そうだね。うん。だってもう考え抜いて、しかもさ、試作してさ、何回もさ、ね、リターンしてとかって言ってたから、もう時間も労力もさ、かかっとるわけだし、うん、なんか、そう、すごい、うん、そう、めちゃくちゃいい一品だもん、本当に。ねえ。でさ、まぁ、ちょっと前後するんだけど、そのさ、T シャツ出来上がった時にね、ソータが、生地から、形から、デザインの質、プリントの質とかさ、すべてこだわって、みたいな、レスポンスして、みたいな、何回もレスポンスさせてもらって、とかって言って、で、シュントがさ、T シャツの糸とかもね、とかって言って、そう!あと、作る糸もしっかり考えて、そう、糸と糸にかけたんすごい好きなんで。ラッパーだから。そうそうそう。やっぱ。そう。でもね、全然拾われんが。なんかそのみんなさ、もう出来上がったものを見て夢中だから。そういうとこめっちゃ BE:FIRSTだよね。BE:FIRSTそう。もう、それめっちゃ楽しかったわ。でも、これほんとあれだね。なんかその、一区切りみたいなさ、結構マスタープランっていうさ、文字も入ってたけど、やっぱその、マスタープランの色味緑とかピンクみたいな感じも若干やっぱ入ってたりとか、その、第一章の締めみたいな、なんかその、やっぱ一区切り感あるのもいいね。思った。なんか、ここで区切りつくのいいでしょみたいな、うん。こと言ってたじゃん。うん、すごいわかるって思ったわ。ね。そうそうそう。ね。しかもさ、後ろにさ、過去のさ、ツアーとかライブの日程全部入ってたじゃん。うん、でもこれドームツアーに向けてさ、結構みんな着ると思うのに、ドームツアーの日程入ってないなと思ってなんでやろうと思ったんだよ。東京と京セラの前回のドームの日程までだったから。でもさ、これよく考えたら4月からさ、その制作始まってるから、その時まだ発表されてないか、メンバーにも。そうだね、そうだね。そうそうそう。って思ってなんかね、自分で答え合わせしとったん。確かに。だからちょっと後ろのツアーの日程はないから、ドームツアーの日程はないから、なんかそういうラグはあるけども、うん、でもなんか、でもこれを着てドームツアー参戦するのも多分正しいマナーだよね。多分ね。そうそうそう。多分その区切りとして。うん、なんかちょうどでも、その、ちょうどよかったんよ。結局前回のドームまでで。多分一区切りとしてはそこが区切りだったから。そう。うん、いいよね。なんか、第一章の BE:FIRSTのアーティスト T みたいなさ。あ、おしゃれだから、本当に。ねえ。裾とかもみんななんかいろいろ言ってたけどさ、なんか切りっぱなしにするとかさ、うん、どうするって言ってて、あ、でも自分で切ればよくない、うん、みたいな。なんかアレンジとかもできそうな感じいいよね、うんうん。そうだね。アレンジしやすいように結構シンプルにしてる感はあるもんね。うんうん、形を。うん。ね。で、あとさ、料金がさ、その、どうみたいな聞かれた時に、なんか来た後に、その胸を張った時に出る、この盛り上がりがいいよねとか言ってさ、うんってやっとってさ、で、マナとか。わかる。それは筋肉の話じゃないのかみたいな。触りながらね。触りながら。そう。結構触りながら言っとったから。しかもさ、りょうくん、うんうん、みたいな。いいね、みたいな。なんか、そういう笑いの取り方もできるんだ。もうよかったよね。そうそう。そこで突っ込むんじゃなくて、すごい納得しちゃった。いいなって感心しちゃった、りょうくん。わかる。あとその後、マナトがさ、マナト最後なんか、
言っても面白いことみたいな雰囲気になった時に、なんか、まあ、シュートみたいな、なんか右手は添えるだけじゃなくて、なんだっけ、シュート決める三井久志みたいなさ、あれになって、そうなんかやったけど、その後、はぁはぁって息切れしてる感じとかもそうよかったし、よかったよかった。結局、経年、そう、言ってることはまともで経年劣化楽しんでほしいとかさ、生活に染み込んでほしいとかさ、なんかそれもすごい、てか生活に染み込んでほしいのめっちゃわかるわ、と思って、いいなと思ったわ、その言って、コンセプトが。ああ、そうだね。やっぱそう、日常と共にみたいなさ、確かにそれもアーティストがもう嬉しいもんね。うん、なんか、一部になってくれてるっていう感じがね。うん、ねえ。オタクはさ、むずいよね。オタクはやっぱ大切に聞きたいみたいなとこあるけど、アーティストはやっぱもっとガシガシ使ってよみたいなの前面に言っとったから、うん、ここせめぎ合いだよね。いやー、せめぎ合い。でも俺どんだけ言われても、切れん。じゃあ、いつ切るんけ、じゃあ。ライブの時。いや、だから、もうそう、ライブの時とかぐらいじゃないかな。まあ、その、そうだね。やっぱ大事な時ってなってしまうかも。まあ、そうなるね、大体はね、多分ね。うん、なって、一枚しか買えんし、みたいな。結局。そう、そう。だから、でも、学んだ時には多分この T シャツ着て、上に俺のプロデュースのエプロン着て、料理して、みたいな感じだよね、きっと。確かに、確かに。そうやっちゃう。でさあ、は終わった後思いきやおまけコンテンツもあってさ、なんか最後にじゃんけんするみたいな、なんか勝ったらもらえるみたいな感じでさ、なんかサザエさんの終わりみたいなさ、じゃんけんで終わるみたいな感じだったんだけど、うん、なんかジュノンが真ん中で将軍じゃんけんじゃんけんソードって言って、じゃんけんの時にジュノンがシュッって切ってみんな負けておーってなるやつ。うん。お前らに勝ち目はないの、あのジュノンで。めっちゃ良かったね、これ。めっちゃ重かった。そう、めっちゃ可愛いし、みんなもわーって負ける感じもいいし。そうそうそう。このなんかよくわからん終わり方めっちゃ好きやったわ。うん。ね。いや、結局 BE:FIRST やー、みたいな。わかるわかる。ねえ。ちょっと将軍じゃんけん、ちょっとこれから活用していこう。どうやってどうやって将軍になるん、そう。どういうこと、ソード、ソード、じゃんけんソードってやるの。元ネタわかる、ベスティさんとの間でしかできんね。でしかできんやつ。そうそうそう。で、以上で、ね、今回は BE:FIRST の Your My Bestie シャープ51、ベスティオンリーリミテッド T シャツの話をしてたんだけど、いや、本当に結構もうずっとね、ざわざわしてたアーティスト T シャツの、これ制作の裏側とかも見れて、めっちゃ楽しかったね。うん。ほんといいグッズだから、なんかいいよね。うん。なんか。ね。メンバーのこだわりがあるのもいいし、それに携わってくださったんだから、つねさんもすごいさすがというか素晴らしいし、なんか、やっぱ珍しいからこんないいグッズ出るんで、そもそも。うん、ねえ、うん。いや、そうな。ねえ、ようわからんロゴで1万とか嫌でしょ絶対。やだやだ、そんなの。誰どこの会話言っとん。まあだからさ、次のYour My Bestieが楽しみだよね。そうだね。